週かよと。サバラ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 、サバラ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 、サバラ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 、サバラバラって、サバラバラ、サバラバラって、サバラバラ、わー！おはようございます。石井佳代です。この後スタジオにお邪魔します。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。いやー、そらね、僕の子供の頃から歌ってらっしゃいますから、はい、歳のことを言うのはなんですけど、そら俺らよりずっとずっと先輩ですよ。大先輩です、はい。が、午前中からあの声出ます。ね、伸びる伸びる。そのスタッフにちょいと、それも音楽用のマイクでも何でもないところでちょいと歌ってくださいで、あの声出ます。いやー、すごいね。伝説のコーラスシンガー、伊集院佳代さん。はい。まあ、この歌の人ですって言えば絶対もう、あ、はいってなると思いますんで、うん、ちょっと伊集院さんの歌声を、CD でちょっと聞いてみてください。こちらです。ってすごいね。すごいです。もう刻まれてるじゃん。はい。長いブランコ見えたじゃん。見えますね。すごいね。ゆきちゃん見えたじゃん。ということで、まあね、後々話出てきますけど、はい、いろんなところで我々は伊集院佳代さんの歌声を聞いております。うん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、コーラスシンガーの伊集院佳代さんは1937年東京都出身、東邦女子音楽短期大学でクラシックを学び、卒業後スタジオミュージシャンとしての活動をスタート。大滝栄一さん、山下達郎さん、松任谷由実さん、松田聖子さんなど、数多くのミュージシャンの作品やステージに参加し、1970年代から現在まで日本のニューミュージックシーンを支えてきました。またそのコーラスワークは音楽界だけにとどまらず、CM ソングやアニメの主題歌など数千に上る作品に参加。ネスカフェゴールドブレンド、 11PM のテーマ、アルプスの少女ハイジなど、その歌声が時代を彩ってきました。本日のゲストはスキャットの女王と呼ばれる伝説のコーラスシンガー、伊集院佳代さんです。さあ、ということでスタジオには伊集院佳代さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。普通におしゃべりしてても、はい、なんかお声がなんつったんだろう、プロフェッショナルな声をしてらっしゃる。いや本当です。本当にそう思いました。もう今はプロフェッショナルですよ。ちょっと抜けたんですか。もうダメですよ。もうダメでございます。でも本当にね、さっきね、ご紹介の時に、そのハイジの曲をね、かけて、改めて聞くと、なんかいろんな思い出が蘇る。だから刻み込まれてるんだなと思いました。うん、もうね、はい、声だけ聞くとね、あれだけど、実際はものすごい、おばあちゃんで。いや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 。
あの頃はちょっと若かったからね、40年以上前だから。そうですね。でもそうなんですよ。だから、もうだから芸歴としては何年になるんですか、この歌い始めて。何年だろう。まあ、50年は行ってるわね。うん。すごいですね。その時はほら、チャンネルもない時だから。はい。はい、バンドも一緒だし、はい、歌手の人も一緒だし、はい、私たちのコーラスも一緒だし。そしてよく会うんですか、みんな。え？よく会うわけですか、その、なんていうんですか、そのプロフェッショナルの仲間たちとは、なんつうんですかね、いろんな仕事で一緒になるわけですか。そうそうそう。だからもう、一日多い時は、9箇所ぐらい。ほう。まあ、で、その中で、まあ、コーラスありの、ソロありので。はい。はい。だからもう朝、朝9時から、はい、ずっとこう、夜中こう来て、朝の5時ぐらいまで、やったりしてましたよ。はい、だこの間も、その、いろんな曲をかけるコーナーで、曲のコレクターの人と会うじゃないですか。はい、そうすると、あの頃の曲は、その、コーラスの力で、なんとかするみたいな仕事もいっぱいあって。まあ、それはわからないけれども、なんせもすごい、バブルの時代だったしね、はい、もう、はい、すごく何でもかんでもありでしたよ。でね、その今までそのイシューさんが声を出されてる参加してるもの、はいはい、最初言ったシャバダバシャバダバ、はい、11PM のテーマ、はいはい、それからあとダバダー、はい、あれもなんですか。そうなんでもつうわへえ、金銀パールプレゼント、うん、それはあんまり覚えてない。あ、そうですか。違う、相当やってるんでしょ。そうすると、うん、だから一年で多い時は150本とか、なんか、ごちゃごちゃで。はぁ、はあ、中でも覚えてるもんってあります。これは、まあ、これ大変だったんでもそうだし。大変、あ、なんてね、サシスセソっていうのがあんまり言えなくて、ほう、だからニュージーランドラムとか、そういうのはちょっとニューチーランドに聞こえますとかね。はいはい、はい。そういうのでは苦労したことはあるけれど。だからあんまり、こう、商品名を言わない。ルルルとかパパパとか、アーとか、そういうのにしてくださいって言って。まあ、コーラスの時はね、商品名は言うけれども、はい、一人の時はやめてください。そうなんだ。難しいですよね。音楽的に気持ちいいことと、ちゃんと商品名を覚えてくださいってことは、別の、ある意味仕事だから、そうすると自分は気持ちよく歌えてるし、いいメロディーになってても、ちょっとそこの商品名のニュアンスをってなるんだ。だ時々この、パッと見てね、あ、ソニーだなと思って、ソニーって歌ったら、そうじゃなくて、サニーの車の CM。なんかごまかすのにね、大変だの。一応さ、もうちょっと、サーニーって言ってください。わかりましたって。サーニー、サーニー、サーニーってこう、だんだんごまかしてね。これでいいでしょうかとか。めちゃめちゃ忙しいから、ポンって渡されて、思い込んでて。そうだからもう絶対ソニーだと思って。サニーって新しくほら、出る車だったので。なるほど。まあ、ソニーかなと思ったら、サニーだ。おかしいですね。その、若かりし頃のイシューさんが、やべ、これちょっとごまかさなきゃって。あとこういう感じでね、はい、さーってなって。間違ってましたとは言えないから、スポンサーの顔色見ながら、うんうん、じゃあこんな感じでどうかしらって、ちょっとずつ変えてくんだ。わかりましたとか言ってね。そもそも、このなんて言うんでしょう、この歌の仕事をね、はい、始める、目指し始める。私は歌が好きだ、歌がうまいって思います。何歳ぐらいからですか？うん、そういうことじゃなくてね、私、うちの母が、お勉強好きって言ったら嫌いって、はい、お裁縫好きって言ったら嫌いって、はい、どうしようかと思ったんだって、その大きくなってからね、はいはい。絶対この子はわがままだから結婚もできないし、じゃあ音楽だったら少しはね、いいかもしれない、はい。それで、音楽の道に行きなさいって言って。いや、それ謙遜もあるんでしょうけど、その、消去法っていうか。そうそうそう。お勉強も嫌いそうだし、いろんなことダメそうだ、嫌いそうだと。うん、音楽はどうも好きそうだと。うん、まあ、一応歌ってましたからね、大きな声でね。きっと音楽ならまあいいだろうってね、音楽学校にぶっこんで。はい。そしたら、一応その、一級じゃないけれども、はい、小学校、中学校の免許ももらえるから。はい。そしたら食いっぱぐれがないだろうと。はい。そういう考えで。そうなんだ。なんかその英才教育的に音楽を始めたっていうよりは、そうじゃないんですか。いや、時代が時代だから音楽学校に行くなんていうのはもっともっと大変なことかと思って。大変ですよ。だから、小学校で、はい、音楽学校入れるって言ったら、当時の先生がとんでもないって、女の子で音楽学校なんかとんでもないって。はい、それで、まあ、しょうがないか普通の
中学校に入って、はい、でもこれはダメだと思って、それでなんかいろいろ母が探してね、はい、でぶっこんだって感じ。面白いな。音楽行かせようかなと思ったら周りの反対ダメなんだけど、お母さんがもう見かねて、この子は音楽ぐらい、そうそう、音楽しか好きにならないからってなって、そうなの。へえ。で最初こうなりたかったものは何ですか、その。まあ人前で歌うっていうのはあんまりこうなんか恥ずかしがり屋で、はい、人前出たら話もできないっていう感じの子だったのね、はい、それでなんか音楽っていう感じで、でも音楽には関わまあ学校、そういう学校行ってるわけだから。そうでもね、やっぱりクラシックはちょっと合わないと。はい。声がね、ちょっとボーイソプラノみたいねって言われたのが逆に幸いして。うん、それで、友達がジャズ習ってるっていうんで、まあジャズとかポピュラーの新中風のね。はい。こう聞こえてきた、そういう歌の方が好きだなと思って。それで、ジャズの先生に習って。はい、うん。で、コーラスっていうものとの出会いはどうなったんですか？フォーシンガーズっていうあのグループがジャズのコーラスやってたら、はい、ああ、私もああいうのをやりたいなと思って。はい、それで一人なんか病気で、ダメって言うんで、オーディションみたいなのなんかやってたらしくて。うん、で、じゃあ私もって言って受けたら、OK っていうことで。コーラスの面白さとかやりがいって何ですか？やっぱり三人でこう、パッと会ってね、はい、そういう気持ちがあったりして、はい、うん、出来がやっぱり良かったかなっていうか、そういう時はやっぱりね、はい、嬉しいわね。それは、なんかいつも決まったメンバーってわけでもない？うん、最初のうちは決まってました。はい、はい。決まったメンバーで、はい。やって、それぞれまあ得意な分野があるから、この曲来た時はじゃああなたが表だってって感じで。でも当然仕事のケースがさっき言ったように増えてくると、初めての人でバンってそこで会ってってことも。まあコーラスの場合は大抵同じ人で。人ってなってくる。同じ人で。で、それが、こう、よくマッチした時の喜び。そうですね。僕ね、そのね、イシューさんの謎のレコードを聞いたのが、まあ、ある意味、流れて、この、回のきっかけ、来ていただくきっかけになったんですけど、はいはい、私の歌っ子を聴いてくださいっていう、はいはい、その、あれ、ズーズー弁で歌う、レコード、はい。あれをね、発見しましたで、これなんだこれと。したら、これ、イシューさんが歌ってんだという流れだったんですけど、あれって、どういういきさつでできたもんなんですか？私、TBS のところにミカドってあったでしょ？あ、有名な。はい。そこで、スタンドシンガーをちょっとやってて、はい、その時のバンドの瀬上さんっていう人、パーカッションのね、はい、私がふんざぎでサビっていうの規制で、それでじゃあそれを。ふざけ、ネイティブじゃないんですよね。あ、そうそう。でもね、戦争中、はい、母の田舎の湯畑に疎開してたんで、はい、半年間ね、はい、その時覚えたんだわそれこそその思い出とその時覚えた感じで、そうそうそう、あれちょっとふざけてたってことでしょ？そう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 。それでちょっとじゃあそれをレコーディングしようかって言ってねへあの頃は何でもありの時代だったからへそれでもうじゃあって言ってなんかディレクターとその瀬上さんがなんか話したんじゃないかな。これ面白くやってみようよ。うん、そうそうそう。へぇー。しかも、だって、イシューさんの名前じゃなくて。そう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 。ね、カエル子ちゃんみたいな名前でやってたんです。そうそうそう。なんか山形弁に似てるって言って。はいはい。それで私がちょっとカエルに似てるとか言ったら、じゃあ山形カエル語ですっぺって感じ。はぁそういうのはなんかもうノリで楽しくてやれちゃう人なんです。そうそうそう。そう。だからもうあの時は、お部屋にみんな入れないように入室禁止みたいにして、みんな面白がってこう、聞きに来るわけだから、はいはい、やめてって言って。あ、覆面歌手としてやってんだ。いや、そうじゃなくて、スタジオのほら、隣のスタジオのね、はい、ミュージシャンたちが面白がってこう、聞きに来るから、はい、ちょっと恥ずかしいから。あ、そういうことか。そういうことで、遊びでやってるの見ないでっていう感じ、うん、そういうことか。だから何回もテストしないで、もうすぐ撮ってねって言って。へぇー。でも僕らからしたら、本当のプロのやってる遊びだから楽しいんですよ、クオリティが高くて。もう全然もうね、何でもありだから。へぇー。じゃあこういうふうにやりますっていうことも言わないで、その時に、はい、例えばやめてだったら、はい、やめてやめてとかそういう勝手なことをね、はい、時々喋ったり。撮ってみようかって言って。そうそうそう
で、それこそジャズやってるし、その、はい、その場のノリみたいなもので、やれちゃうんだ。で、あの頃、ウンハーのレコードもあったんですよね。何ですか、うん、要するに、なんとかかんとかで、あーとかっていう。はい、そういう色っぽい声です。そうそうそう、あの、はいはいはい、カセットっていうのなんか。はい、ありました、ありました。あの、ラジ、あの、なんていうの自動車のであって。はい、カセット、カセット、はいはい。ああいうのでもよくやったしね。ちょっと色っぽい声出すやつ。そうそうそう。だから歌の中でもね、はい、例えば、ララ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 ラってね、ああいうのでも、ラララ、とか言うんですよ、そうやって。だからそういうのはもう一発でね、あの、練習しないでねって言って。はい、恥ずかしいから。恥ずかしいから。俺が投げてると恥ずかしいなんだけど、ワールド恥ずかしいでしょ、だから。一発で撮ってねって言って、そういうのやりまして、いろいろ。なんか、一周さんとても可愛らしいのは、今の言葉に集約されてる、歌ってる時は恥ずかしくないんだけど、そこを素の時に、その話するのが恥ずかしかったりとか。そりゃねえ、だってね。レコーディングスタジオから出てる時に、今の声色っぽかったねとか言われるのが恥ずかしいの。やだよ。なんかそのアンバランスなところっていうのかな。が多分、なんか僕こうやって会ってからもちょっとドキドキしてるのは、全然先輩ですよ。なのに。あ、全然。かわいらしいんです。ものすごくかわいらしい。年だけ言ってね、うん、みんながもう、年齢は13歳といくつだねとかよく昔言われたの。なるほど。そっから13歳から数えてないんだ、あんまり。だからよくね、ライブで。大人になろうと思ったら、おばあちゃんになっちゃったっつったら。へぇー。声は自由自在ですね。そうね、お邪魔虫もやったしね。お邪魔虫っていう。レコーディングしたことあるし。そう、だからリストを見るとね、ここ、俺らはよく聞いてるものがいっぱいあるんですよね。はい、あのね、すごいなと思ったのは、ちょっと音源があるんで聞いてほしいんですけど、とあるクイズ番組。クイズ番組の音源ちょっと聞けますか？これ、イシューさんの声なんだそうです。これ、クイズタイムショック。これ、イシューさんの。はい。このアーっていうのはね、やね、ルルルル、先生がこう、山下先生がこう手出すのね。はい。その時だから、買ったやつこう出すわけ。だ何の音でもいいわけ。はい、そのコードに合ってるの。はい。もうある意味楽器、生きてる楽器ですね。そうそう、楽器みたい。はあ、まさかここでもお会いしてるとは思わなかったですね。ね、ブランデーグラスのね、うん、あそこでペットの人とこう最後のとこ歌うときもどうやって声出すのってかよく言われたこと。普通ほら高い声の時は。それがすごいですよ。ピンポイントでドンって出るのって実は難しくて、ちょっと調子を整えながらそこに合わせてるじゃないですか。はい、で、かなり上手いって言われてる人でも実は数秒合わせてるじゃないですか。うん、っていうか、ビブラートをね、はい、つけないでっていうのはピンポイントでスコンって。そうそう。それは何ですか？努力するとできるんですか？才能なんですか？フォーシンガーズの時の、うん、岡崎さんっていうリーダーの方がサックスをやってて、はい、それでその人がやっぱりスキャットを歌う時にポポポポってこうね行くから、うんうんうん、それを聞いたり、あとダニエル・リカーリとかね、そういうのを聞いてあれしたんじゃないかな、うん、あ、何かそのけ 体に染みついてくっていうことを、うん、昔のこの高い声でねスキャットをやってて、でもいろんな仕事を、あといろんな方となさったと思うんですけど、その中でこの人すごかったっていう話をいつも先輩から、もちろん存じ上げない人もいっぱいいるんですね。で、失礼もあるかもしれませんけど、この人すごかったっていう人誰ですか？すごかった。すごくやっぱ、フリフリチャードとか、はい、まあ皆さんすごくね、うん、お上手だから、はい、って感心するけど、誰っていうことはあんまりわかんない。ちょっと、皆さん、それなりに素晴らしい。恩師は、恩人恩師を挙げるとしたら。恩師は水島先生と。水島先生。ジャズのね。はい。あとは山下さん。で、そのさっきのタイムショックとか、はい、大川越前とか、はい、七人の刑事とか、そういう作曲した先生。はい、へぇー。厳しい方？いや、全然。もう全然入って、はい、スタジオに入ったら、一つのテーマがあるのね。はい。で、それによって、
例えば、プレイヤーの人たちにも、はい、例えば金箔で追われてるとこ、性の入ってやるとみんな何にも打ち当てしないでやるんですよね。で先生の手が切った私もはーとこうやったりして、はい、自由なのもすごいですね。その必要最低限のことしか言わないんですね。そうそうそう。それが、山下先生。そうそうそう。山下先生は、うん、じゃあこれはもう緊迫してる音楽ですよ。そうそうそう、皆さん分かりましたね、はい、っていうことで、うん、あとはこの手が出た時に、そうそう石井さんは声をお願いしますってことなんだ。そうそう、手がこう来たらもうすぐ出なきゃいけないし。緊迫のトーンで、この音の高さにピンポイントで行けばいいのねっていうのをやるんだ。あと、管理って言うとみんな、トローンっていうのは曲が流れた、それに合わせてこっちもね、やるとか。なんかその辺がなんて言うんですかね、あうんの呼吸なんでしょうけど、説明が長くてよくわかんない人もいるじゃないですか。そういう人もいて、すればするほどわかんなくなっちゃう人もいるでしょう。そういう人はもう一回でさようならっていう。そこはプロとしてこのことはやりますけども、この一回の仕事やりますけども、あんまり細かくねやられても、言葉一つ一つにそんなに意味があるのかなと思って、スキャットの言葉がね、やっぱりこう歌いやすいのと歌いにくい言葉ってあるでしょ、はい、だけどいちいちこう一つずつやられるとね、はい、であとやりがいがあるのはなん、さっき言ったね、そのまるで楽器だけど人間だから、人間だから自分がこうしたいはあるじゃないですか、こうやりたいがある中で、うん、なんていうんだろう、その指示が短くて的確な人って自由も残してくれるじゃないですか、うん、それってやりがいになりますよね、うん、ここをこうしてここでこれぐらい音を上げて、ここで何拍で何秒で切ってくれって言われてます、それはこっちは楽器じゃないから逆に言うとできませんよってことですね、うん、あと色っぽくやってくださいって言われるのも、私はどっちかっていうとこう無機質な感じで歌う方が好きなので、もっと色っぽくって言われてもって感じでそこがうまかったですね、うん、これ全体甘美な感じですよ、そうそうぐらいのことでどんどんやめられると、そういう自由なのと全然違うからね。それすごいわかるのは、命令は嫌なんだけど、うんうん、こんな感じでこっちが工夫できると、そうそう、むしろやりがい出ちゃうみたいのありますよね。その時によっ てやることが違ってくるじゃない、プレイヤーの音とかそういうところなんで、それからでも違ってくるしね、うん、いつもいつも同じじゃないから、うん、それに合わせてこちらもね、うん、そうなんですよね、なんかその仕事だからやりますよっていうことと、うん、なんかこっち側がこんなのどうですかっていうのとって大きく違いますもんね、うん、自由にやらせてもらえると、いや本番ですはいって言われると、またそこで気持ちがちょっと違ってくるじゃない、うんうん、でそういう時の方が一回でいいもんできるんですよね、その方がいいのこちらもね、で意外にやり直してやり直してのテイクって結局後で聞いてみると使わなかったりするんですよね、そんなんね、そうね、なんかちょっといろいろその分かること通じることとあとは果てしない世界と両方ありますが、ちょっと一度 CM 入れさせていただきます。今日は石井佳代さんにお話を伺っております。伊集院光とラジオと石井佳代と日米野球と、意外なとがつながりましたが、今日はゲストに伝説のコーラスシンガー、石井佳代さんをお迎えしております。引き続きお願いします。お願いします。日米野球興味事ですか。そう、去年、あ、昨日あの逆転してたのね、はい、朝で終わっちゃったんだもんね。大谷選手のファンというか好き。そう、だって誰でも好きでしょ女性は。いいのが、あの大谷選手とか宇野昌磨くんとか注目だっつって、はい、なんて言うんですかね、あのお相撲は吉風と意外にミーハー、もうミーの派ですよ。ミーの派なんです。それが若い秘訣なんですけどもね。で、若い秘訣のもう一つっていうか、もう現役も現役大現役ですので、ライブのお知らせを、させてください、タイトル、周美智子と仲間たち、寒い冬の夜は極上のハーモニーをということで、まあお弟子さんのライブにコーラスで参加する。そうですね、まあ、うん、お弟子さんのライブっていうか、まあね、うん、そうそうそう、まあ仲間たちの仲間たち、うん、
のライブ。ね、場所がですね、渋谷のセルリアンタワーの2階にあります、はい、JG ブラッド、はい、サウンドオブ東京。はい、で、ね、ちょっと先なんですけども、メモっておいてください。来年の2月の19日火曜日です。来年の2月19日火曜日、昼夜昼夜2回公演です。お昼の公演は、2時半から、だからオープンはちょっと前です。1時半オープンの2時半開演ですね。はい、で、夜は、夕方の5時半、オープンの、スタートが、夜の7時からです。入れ替え制で各ステージ、5000円ですけども、まあまあこの JG ブラッドサウンドオブ東京のホームページの中にもライブスケジュールとかありますんで、はい、そこをチェックしてほしいんですけどもね。でも声を保つにはずっとキープするには練習っていうかこう日々出してないとでしょ。うん、でも練習とかあんまりしないのね私は。はいはい。なんかのもう10年以上咳が続いて、ほう、もうそれはねひどいんですよ。あら。だからその咳が収まればいいんだけど、今年はなんだかずっと出っ放しで、そうです、余計にね、もう駆け込み寺みたいなお医者さんがあって、そこ行ってお願いって綺麗な声でお願いしてね大丈夫ですよとかね。でもなんかその、年を重ねられてもね、そうやって好きで得意なことがあって、しかもこうやってお客さんが来る、求めてくれる人がいるっていう環境って すごいですよね。そう、嬉しいですよね。この年になってもね、歌えるからね、歌えるっていうかどうかないやいや、俺らからしたら歌えるも何もめちゃめちゃいい。昼夜でしょ。はいはい。持つかしらですよ。いやこのパワーを今日僕ら受けてるから、はい、持つんだろうって思っちゃいますけど、思っちゃいます、ね、でもそうですね、ちゃんとそのコンディション整えないとですね。コンディションも何もね、行き当たりばったりで。でもこれ長くやってるとね、いっぱいこうやって作品も残って覚えてますよっていうシーンも多くなるでしょ。僕みたいなのが子供の頃にハイジって言うわけじゃないですか。どうですか、そういう自分のしてきたお仕事。あのね、最初はねハイジの歌嫌だって言ってたのね、はいはい、それででも先生がどうしても歌いなさいっていうことで、わかりましたとだからあのアタックナンバーワンもね、はい、最初テーマを歌ってたの、はい、でもどうしても嫌だからって、じゃあ、はい、変えてもいいけど、はい、あとテーマだけは歌ってねとか言われて、自分の声にあんまり合わないと思うからね。へえ、言葉だしねあれ不思議なもんですね言葉をど真ん中で歌いたいですよっていうのが普通かと俺ら目立ちたい人は思っちゃうんだけども、やっぱりこうなんかそういうんじゃなくて、あの歌手ってやりたいなと思って、あのなんだっけ、紺碧のじゃないな、うん、なんかレコードでね昔、はい、なんか、はい、あっていうなんかその、はい、の聞いて、あ、はい、私もああいうのやりたいなと思って、へ、歌手じゃなくてね、はい、バックでこう流れるああいう綺麗なああいうのやりたいなと思って、でちょうどだからスタジオに入った頃が由紀さおりさんの夜明けのスキャットが流行って、それでなんか重宝がられて、でもなんかね、とても聞いてて思うのは、真の通った好きなこととか、好きなやり方とか、自分の好きな声の出るのはこういうことみたいなのが、ちゃんとある人だっていうのをすごく感じて。はい、なんだ自分じゃわかんないんですよね。自然にやってるんですもんね。そこを自然にやってるんですもんね。いやー、でもなんか、すごく勉強になることもいっぱいありました。あの、今後の夢とか目標とか、いつも最後まとめて聞いてるんです。夢なんてないけど声が出れば、はい、ね、頼まれれば歌ってればいいかなっていうだけ、はい、そんな夢なんて。時折あのラジオでもその素敵な声聞かせてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今日のゲスト、コーラスシンガー、まあ、シンガーの、石井佳代さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。